え、いきなり渋谷はホットヨガっぽい格好してたの？そう、ホットヨガパツパツのやついて、ヨガウェアみたいなやつ。ヨガや、え、一人で行った？一人で行った。すごメンタルね、怖かったもん、めっちゃ。若い男性なんていねえもん。でしょ、なんか熟女好きの男と思われて、なんか嫌だ、嫌ねーってなったら、なんかおばさんたちのコミュニティにさ、こうやって異物が入っていったらさ、うん、何この人って思われたりしない？か、あら嫌だ、若いの入ってきたわ。そう、ね、興味あるんだけどなみんなが誰かできて。いや、でもね、やっぱりこの岡崎で通うことを考えると、やっぱり芝居をね、誘うわけにはいかないからね。ラバーに行くなら俺はラバーは会員だけどね。あ、そうなの？じゃあ柴谷連れてけるの？ポイって行けるのかな、多分行けるんじゃない。へぇ、柴谷でもホットヨガはそのさ、誘われたらおお行きたい行きたいってなんの？あ、誘われたら行く。うわぁ、ちょっと電話して柴谷がいる時だけ一緒に行くとかに関しようかな。別に今電話してみるわ。なんでサブチャー撮ってるの？違う違う、このホットヨガの人どうでもよくて、うん、あの柴谷さんのあの長澤くんを作るこのあのサブチャーでございます。出た、本当にやるですね。だってもう仕方ないよね。行っちゃったから僕はその番組で。勝手に笑っちゃったから。なんかちょっとした大喜利的な答えはたまに現実化するの、こうやって。いや、なんか僕が行っちゃったからね、そうやって。うん。待って、生クリームってある？生クリームないよ。生クリームも言うの？あるかな？じゃあまあ水かな。うん、いや、あるよ。生クリームっていうか液体でしょ、芝居がやりたいの。液体じゃないと多分膨らまないよ。ちょっと DIY 芸人誰かいます？手伝って。やだ。は？何してるの？長澤くん作るの？長澤くん作る？うん。なぜかさっき俺が大喜利的な答えをしたら、それを作ることになってた。だって普通に物理的に多分無理に作れないよ。だってアポロを上でピッて止めるってどうやってやんのと思って。ちょっと切れ込み入れてモニって。とりあえずやってみてください。やってみよう。やってみますか。まずこれ開けます。サウナか。ホットヨガか、いいな。全然行ってないんだよな、最近。いや、本当にちょっと運動習慣をつけて痩せやすい体を作らないとダイエットの効率が悪い気がする。本当に運動してないからな、僕。何せ運動しなきゃ。僕はね、パーソナルジム行くのに。本当にそれって行けるの？辛すぎて行きたくないってなっちゃうない？ちょうど多分ね、いい感じ。いや、もう辛さは結局気持ちよさに直結すると僕はサウナでね。うん、そういうのハマってるんです最近、知っていますよ。なるほど。なのでここにまず水入れます。なるほど、なるほど。これは何ミリですかね？それは普通のやつなんで 0.03 じゃないですか。ちょっとつけてみます。いや、つけたって分かんないです。普通のやつか 0.03。 普通は 0.03 のイメージですけどね。まあラテックス製ですね。うん、フジラテックスですね。うん、本当はあの輪っかの状態からつけてくださいね、皆さん。あ、そうですね。持つにはね、こうやってつけてもね、あんまり意味がないんで。じゃあ、というふうに入れます。みんな遊ぶよね、中学生は。うん、仕方ない、これ。おっと、めっちゃ伸びるな。すごい、なんかコンドームをね、なんか持ってはやすけど、コンドーム自体は何にもエロくないからね。ね、何がおもろいのかって思うけどね。あ、でも今この時点でもう長澤くんっぽくあるよね、ほら。うん、だから問題は僕たちはそこじゃなくて、その切り込みを入れてアポロを身によって差し込むとこが見たい。切れ込みむずっ。アポロを見たいね。こっちか、プルプルの長澤くんができるもんね。ここがアポロの場所ってこと？アポロスポット。アポロスポット。あ、これアポロスポットだったんだ。うん、とりあえずここを結びますか。あ、へー。まあちょっとね、これね、基本的にコンドーム使えばそうなりますもんね。ちゃんと縛って済む、捨てないと。あ、そうなんだ。お、すごい。何の DIY ですか、これは。ちょっとまあ、柴谷さんに聞いてくださいよ。いやいや、本当にやると思わないじゃん。イオンとイオン行ってもらう。何買いに行くの？洗濯機と、うん、買い替えちゃう。ドラム式がいいじゃんね。乾燥までやってくれるやつでしょ。そう、なんかあの、この上に突っ張り棒が、これ何の説明してんの。突っ張り棒で洗濯物かけれるし、部屋改造したからさ、あ、その物干し、部屋干しができないの今、うん、だからあそこで全部解決しちゃいたい。ね、整備が思いのほか早く終わった時どうしようってなるよね。ね、今日俺今夕方50ヤードも、あ、やばい、50ヤード。え、どうしたんですか？なんだこの長澤くん、おかしいな。50ヤードまだ
とりあえず顔描いていいですか。うん。60ヤード長澤くんちょっと調べていいですか。ちょっと今ペン持ってきて。ペン。うん。可愛いな、こう見るとなんか。なんか可愛いね。確かに。おーい。これでなんか懐いたりしたら可愛いね。おお、よしよしよし。よし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 。可愛い。長澤くんも懐いたら可愛いのか。長澤くん。しし、しゆくん。長澤くんどういう子だったっけ。藤木くん。で、ああ、そうそう。藤木くん。しようもんだに。じゃない柴田君ちびまる子ちゃん見ようかな今さら昔ジョージがちびまる子ちゃん今さら見てよく考えたらまる子が100悪いって言ってた全部まる子が100悪い全員 100-0 で悪いんでしょ東海までテレビ見るとみんなひたすら突っ込んでるもんね番組にニュースですら突っ込むから、うん、なんかこんなん報道する意味あった何これ。えっ で結局どうなったのみたいなねなんだっけこの前なんだっけフェラーリが爆発してたっていうニュースがあって、はい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 、そう、うん、でしたよって終わってなんでなんで爆発したのか教えてみたいなね。その前のニュースもなんかどっちかみたいな、なんかそのなんだっけ、あそうだ、生中か、あそうだ、生中か中生、中生か、あれはひどかったと思って、どうでもいいわって言いながらね、ね、どうでもいいなって言いながら見てて、最終的に日本ビール協会みたいなところにね連絡取って、そいつがいやどっちでもいいと思いますよって言ってて、これ見ろっつって、なんそれ、なんそれ、本番お願いします。確かに楽屋だったもんね。なるほどね。じゃあちょっと目から。本当は中で牛乳とかやらないとね。うん。こんなキャラよく考えたな。ね。なんこれ。結構攻めてるよね、このキャラは。家火事になっちゃうからな。結構その設定も攻めてるよね。うん、なんか今考えると。絶対できないと思う。そんなん絶対本当に火事の人が見たらどう思うんですかとかそういうことで言うクレームつけてくる人絶対いるからな。いや間違いないよ。お前よくない？こいつもかわいそうなやつだからな。うん、それ性格歪んじゃうよな、あんなことがあったら、うん、かわいそうだよ。こうやって必死に作り笑いで作ろうってるんだな。もう100歳のジジイがまた運転して事故ったっていうニュースを見たな。うん、本当に勘弁してほしいよねあれはもう剥奪した方がいい。ずっと言ってるよねそれ、なんでしないんだろうね、うん、いいじゃん、かわいい、かわいい、今のとこかわいいぞ、うん、なんかかわいい、店に行こう、てつやみんなに、どう？かわいい、結構かわいい、あじゃあかわいい、かわいい、かわいい、え、アプロは今からそこが大事な儀式がそこ儀式なえ、でもかわいい、かわいい、本当にかわいいじゃんね、なんかかわいい、生きてるみたい、むにゃ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 これは卑猥だわ、あんまり下に水が寄っちゃうとね、やばい、頭についてる人ちょっといい塩梅でやったはずなんだけどここがちょっと卑猥になっちゃったかわいい、ちょっとやだ、壊したくない、紺沢くん、じゃあ行きますか、アポロ長沢くんネオ、あ、そっか、まだ完成してなかったのか、ここにアポロ差し込むらしいのよ。あうまいな、にしてもこれ本当はなんかスキムミルクね、うん、でここにこうはまるわけね、ちょっとな意味もなんかないとこ、意味はないよね、うん、ここにちょうど丸ぐらいのくぼみを作る。長澤くんいいじゃん、いや、じゃあ先っちょポチッと切って、はいそポチッと切りますよ。え待って、え、ちょっと待って、やばい、怖すぎる、よく考えるだよね、よく考えるだよね、まあ、俺が持ってるよ、じゃあここを、うんうん、それありがたい。え、切るのかな、可能性を考えてね、だよね、何が起きるかを考えてよしばり、何が面白いかも考えてかんよ。これどうなると思う、これあの、お前トップトップだよ、だってこんな可愛いんだよ、今めちゃくちゃ可愛いめっちゃ可愛いくない、可愛いけど、頭に頭ついてるけど、なんかアポロつけるんでしょ、頭にせんしてあげよう、はい、いくよ、うん、あ、そんな太いとこ行くの、結構太いとこ行くね、精液だまりじゃなくて、いや、だまりかこんぐらいか、あ、いきます、ここ、はい、
ここだ、はい、すぐ、うん、まあ、そんではめなきゃいけないね。はい、ああ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 あこれさ、3日ぐらい笑えるよ。いいなぁ。ちょっと、あ、てか6画面にしていいもん。いよいよ夢まで変えるわ、もう。これは名作だわ。変えよう、ここに来て。これはいいね。ついに変わるね。ようやく変える瞬間来たわ。こんな朝日来るね。やっぱそうなるよな。すごい、でもあらゆるこのなり方でこのちゃんと顔上に来るのすごいね、すごいわ、かわいい、かわいかった。いや、いいムーブでしたね、今は結構ペーンって、あ、なんか思ったよりおもろいサブちゃんになって満足したわ。うん、しばらくホットヨガ行くとき付き合ってね。じゃあ、あ、じゃあ備えとこう、俺は。魂みたいな。めっちゃいい。